All right. あるんですけども、台湾のサポーターの皆さんももちろんですし、橋上のサポーターの皆さんも、皆さん一緒に音楽でロックで、盛り上げてくれたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。台湾県出身の2人目なんですけれど、ここでライブができるなんて本当に光栄です。サッカー好きのみんなが集まって、最高な一日になると思います。私たちも音楽で、思い切り応援したいと思います。よろしく。ことで、上田市ごとき役プレゼンツゲームレポートをオーガナビジョンにてお伝えいたします。試合は3対0で松山 FC の勝利となりました。皆様、選手への大きな拍手をお願いいたします。そして本日、松山 FC を勝利へと導きましたサポーターの皆様、熱きご声援誠にありがとうございます。勝因はここにいるサポーターの皆さんの力だと思います。2試合連続で先制点取ったので繰り返せされて、両者迎えてまた今日先制点取りました。試合入る前どのようなことを選手に伝えてこの試合を迎えたんですか？やっぱりここではちゃんと結果が必要だし、これだけ大勢のサポーターの皆さんにちゃんと内容と結果を両方届けなければいけない。今日はそういう意味では内容も結果もちゃんと僕らがやりたいサッカーがやれて、3点取れて勝ち点3も取れた。最高です。さあ、その中鈴木久美子選手に久しぶりのゴール、そして渡辺和真選手に J3 の初ゴールが生まれました。この辺り途中から出る選手が結果を残したという部分は大きいんじゃないですか？もうこの2人のゴールをずっと待ってました。今年は松江頑張って点を取ってくれてますけど、そうじゃなくても僕らは点が取れるというところをちゃんと証明したかったので、本当にみんな頑張って点を取ってくれてとても嬉しいです。さあ、そして次節はアウェーの愛媛戦となります。ホームではいろいろあった相手ですが、そこに向けて意気込み聞かせてください。後半戦のスタートになります。後半戦僕らが順位を一つずつ上げていって最後の最後で一番上に行くためには一番倒さなきゃいけない相手だと思ってます。さあ、そして今日もホームのスタートラインに9800人を超えるファンサポーターの皆さんが駆けつけてくれました。最後にメッセージをお願いします。はい、山田のサポーター最高です。ありがとうございました。本日の MVP 滝ゾンこと滝優太選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。滝ゾンのようなシュート、ナイスゴールでした。振り返ってください。キックが引きつけてくれていいボールくれたので、自分はただ入れるだけだったのでキックに感謝したいです。今日もよく走ってアグレッシブにプレーしました。今日の試合振り返って結果3秒でしたがいかがですか？そうですね、ここ最近なかなか勝てなくて、サポーターの方々にも苦しい思いをさせてしまったので、今日勝てて嬉しいです。さあ、先制点を取れている中でひっくり返せる試合が続きましたが、今日の試合追加点を取って突き放しました。今日の試合を臨む前にどのような気持ちでこの試合に臨んだんでしょうか？そうですね、追加点を取ることと、あとは点決められなかったら、しっかり守りきろうと思って試合入りました。さあ、そして今日は1万人近くのファンサポーターの方がここサントラミンに駆けつけてくれました。改めてこのサポーター力になりますね。はい、いつもありがとうございます。さあ、そして次節は後半戦のスタートとなりますアウェー愛媛FC戦です。意気込みを聞かせてください。連勝して、このまま勢いに乗って最後は優勝できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。